こんにちは。日本学術書道会の田村喜団です。今日から単行者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は暗所に静金を奏でるです。安らいで静かに琴を奏でる様を表しています。出典は陸志公の義古史からです。春から旅の空にあって切々たる望郷の念に駆られつつも、そうした思いを振り払って帰って安らぎのうちに琴を断じている姿を描いた追句表現でですが、この末尾の句のみを取り出して悠々たる自適の境地を表すのに用いられています。それでは今から暗所に静金を奏でるを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。